時まで。拍手をお願いいたします。皆さんご苦労様です。安倍政権は安倍戦争になったら安倍さんや麻生さんが前線に行くわけじゃないんです。またそういう過去も全く持ってないです。戦争に行って犠牲になるのは今日この官邸前行動に参加されてるような若い人たちなんです。若い人を犠牲にして戦争を始めようとしてる。今日本の社会は大きな転換点だと思います。戦前愚かな軍部が独走して国民を動員をして、そしてアジア諸国に2000万人もの犠牲者を出しました。また日本の国民では300万人を超える犠牲者が出ております。このような軍部の独走は日本の社会、日本の国を破綻寸前まで追い込んだわけです。このような軍部の国王と同じようなことを今安倍首相はやろうとしてるんです。とんでもないことです。安倍首相は中国が力を行使をして現状を変更しようとしている、法の支配を守るべきだと中国に対してはこういうことを言っております。ところが自分は法律の支配を守ってるんでしょうか。法律の中でも最も大切な法律が憲法なんです。そして我が国はこの9条があるために戦後69年間日本の軍隊は日本の自衛隊は人殺しもしなかった、また戦車も出なかった。これを変えようとしてるんです。しかも閣議決定で変えようとしてるんです。これは許されることではありません。このようなやり方をやったのはワイマール共和国の中で台頭したナチスヒットラーのやり方なんです。まさに安倍さんはナチスヒットラーのようなやり方をやろうとしてるんです。我々日本国民はこれを許しちゃダメです。声を上げ続ける必要があります。私たちは一人一人は微力でも決して無力じゃないんです。威力が集まれば大きな力になります。安倍政権を打倒できます。この運動を全国に広げていきましょう。頑張っていきましょう。